リヴァン・アレクサンドロビチは、スモレンスク大公。1313 13年に、父、アレクサンドルの後を継いだが、スモレンスク行為をめぐり、兄弟のブリャンスク公ドミトリーと争った。この争いは、ジョチュウルスの援助のもとでの1334年の、スモレンスクの包囲戦を最後にして、ようやく和平が結ばれた。後に、リトアニア大公国のゲディミナスと同盟を結び、 ジョチウルスとの関係を絶った。一方、ジョチウルスのウズベク藩は1340年に自分の重子と北、ルーシの公家からなる軍勢を送り込んだ。しかし、ジョチウルス軍はスモレンスクに到着以前に離脱したため、イバンは和平を結ぶことができた。1348年のストレバ側の戦いでは、スモレンスク軍はリトアニア側に立ってドイツ騎士団と戦った。 また、1351年にセミオンによる攻撃を受けたが大事には至らなかった。ここには以下の人物がいる。リバース、ありがとうございます。